やっちゃえ喫茶始まるよ。おはようございます、よっちゃんです。今日は今朝6時過ぎなんですけど、朝ごはん食べながら編み物してます。最近はカーディガンはもう、カーディガン編もうと思ってね、糸染めて遊んでました。食紅で染めたんですけど、食紅で染めたんだけどめっちゃ可愛いね、発色ですごいお気に入り、すんごいボリュームなんだけどで、カーディガン作ろうと思ってこれね、染色したんだけど、やっぱりカーディガンちょっと待って、じゃーん、この鉄麦糸でメイティンセーターキャストオンをしました。カーディガンはやめたって感じで糸まで染めたのに気分変わって、まあ今のところね、こんな感じちょっとだけできてきましたけど、まだまだ駆け出しです。かわいい不揃いな感じですけどね、もちろん糸は不揃いな感じだけど、ちゃんと糸になってて嬉しいです。鉄麦糸今まあこんくらいあるんだけど全然足りないと思うでスピンドルで昨日もずっと紡いでて、これ後で撚り止めしようと思ってカセなんだけど、もうスピンドルでやってるからね全然進まないんだけど、でも昨日3時間くらいでこれ一カセ、3時間もうちょいかな、だいたい3時間でこんくらいのカセ1個できました。送信にしてより止めする前の状態まではできて、まあ、とりあえず編みながら進めていこうと思って、またもうこれ一玉すぐなくなっちゃいそうなんで、またすぐね紡いで編んで紡いで編んでって感じで、もこのメイティンセーターザク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 ね編んでいく感じだから、針も太いし編むことはすごい楽しくってね、永遠に編んでられるんだけど、永遠に編もうとすると糸がどんどん少なくなってって、あー切ねー、また紡がなきゃって感じでも楽しくやっております。まあ今年の冬来たいけどな、2月中には見上げたいけど、ちょっと紡ぐっていう手間がかかってるからどうなるか分かりません。で今編んでる靴下はこんな感じで柄が出てきましたよ、かわいいです。もうかかとも編み終わったんで、もうちょっとで終わります。超かわいい、いい感じです。なんか昨日はめっちゃあったかかった、あったか
暖かくもないけど、なんかでも変な気温で、すごい春っぽい気温でした。だからなんか夜ランニングしたんだけど、ランニングもすごいね、やりやすくって楽しかったんだよね。楽しかったら10キロ走ったんだけど、久しぶりに10キロ走って自己更新記録を記録して、自己新記録を記録してわーいってなりました。なんか勝手にこのねスマートウォッチつけてると、今日は自己更新記録達成しましたとか言ってくれて、ちょっと嬉しい。最近体がね重くなってきちゃってたから、体重がちょっと増えてたから、もう走るのもだるいなって感じだったんだけど、最近ようやくちょっと体も動きやすくなってきて、昨日は10キロを1時間5分だったかな、6分、1時間ちょっとで走れて、それが私の自己更新記録、自己新記録で、もっとね昨日は夜走ったから、結構道もガタガタして危ない、転んじゃうなと思ったから、一応電気持っては走ってたんだけど、それでもやっぱ夜はねちょっとの段差で転ぶから、結構気を使って走って自己新記録出たから、なんかちゃんと走ったらもっといいタイムだったんじゃねとか思いながら、まあ誰と競争してるわけでもないからいいんだけど、ちょっと嬉しくなりました。これは友達に編んでるんだけど、なんか小学校の時の先生、担任の先生とねちょっと文通してて、小学校の担任の先生から年賀状いただいてね、なんか私とのやり取りすごいね楽しみにしてくれてるみたいだから、小学校の先生にも靴下編んであげようかなとかって思ってんだけど、なんかもうさ、いろんな人に靴下編んであげたくなっちゃって、あの人にも編んであげたい、この人にも編んであげたいとか言ってさ、どん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 靴下もうさ、時間かかる、ウェアより時間かかんないとは言ったって時間かかるからさ、またどん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 時間が溶けていくなっていう感じ。でもそっくやん、私いっぱい持ってるから、いろんな人に全然渡せるくらいの糸の余裕はあるんだけど、消費したいしね、そっくやんも。担任の先生にも編もうかなって思ってんだよね、これ終わったら。なんか最近はちょっとご飯中の方いたら申し訳ないんですけど、便秘にすごいね悩まされてて、結構お腹痛くって、いつもお腹痛いってなっててさ、で結構ね私全然水分を取らない人だから、水分取ろうと思ってね、最近は紅茶とかコーヒーをめちゃくちゃ飲んでたのね。それでコーヒーとか紅茶だったら自分も好きだから飲めるし、
水分取れるしいいやと思ってそればっかり飲んでたら、なんかネットで調べたらコーヒーに入ってるなんか成分とか紅茶に入ってるなんたらっていう成分はそのなんか便をね硬くしちゃうみたいな成分入ってるらしくって、なんか取りすぎは注意って書いてあって、あと利尿作用とかもあるからなんか水分補給になるとかならないとかそこら辺は諸説いろんなあの記事が出てたんだけど、まああんまりねやっぱ水分補給としてガブガブ飲むべき飲み物じゃないっていうか、あれはやっぱ楽しんで飲むっていうか、ジュースまではいかないだろうけど至福の時間を楽しむために飲むもので、なんか水分補給のように飲んではいけないっぽくて、私なんかそうやって飲んでたから思い当たる節がありすぎて、あ、だから私便秘になっちゃったのかもと思って、最近はねほんとお水をちゃんと飲むようにして、朝もね白湯ちゃんとなんかモデルみたいに白湯飲んで、あとなんか乳酸菌のサプリ飲んで、でねヨーグルトもね今ヨーグルト食べてんだけどヨーグルトも食べるようにしてます。ヨーグルトにちょっとオートミールときな粉と黒蜜ちょびっとかけて、食べるようにしてんの。そしたら最近はちょっとねマシになってきて、ちょっと治ってきました便秘が。またさなんか多分いろんこれずっと続けててもいろんな菌をこう日々入れないといけないんじゃないかなと思うんだよね。体が慣れてきちゃったらまた便秘になっちゃうんじゃないかなって思うから、あとなんかキノコ食べたりなんかわかめ海藻食べたりして調子整えていかなきゃなって。本当お腹痛くてさ辛くてさ、でなんかお酒も私好きだから、でもお酒も多分あんま良くないんだろうなって思うから、お酒飲んだ時はちゃんとね水分も一緒にお酒と同じくらい水飲むようにしたりとかして、ちょっとなんかモデルみたいな生活してるんだけどさ、なんかお正月で結構美味しいものいっぱい食べたっていうのもあると思うんだよね。あんまり食べ過ぎ飲み過ぎたからそれのツケが回ってきたのかも。体内環境を良くしたいですね。なんかさラベリーとかさ手持ちのパターンでさ編みたいものがありすぎてさ全然逆に決まんないんだけど、みんなどうやって決めてんのって感じ。私はカーディガンかショール編むぞって思ってたのにまたセーター編み始めたし、でもカーディガンも
ショールももうちょっと暖かくなってからでもいいからねと思って、メイティンセーター早く仕上げたい。なんか紬もさあめっちゃ楽しいんだけど疲れるよな、スピンドルずっと回してんの。そんでさ総主にしなきゃいけないからさ、それがね私は一番、紡ぐっていうのはいいんだけど総主にするのが嫌なんだよね。めんどくさーと思っちゃう。いっぱいこんなに作ったのに総主にするから2分の1の量になっちゃうしさ、そっからまた撚り止めっていうのが本当に難しいんじゃない、めんどくさくて、なんかお湯につけたりしてさまた干さなきゃいけないんだよ、一回濡らしてまた干して、そんで糸巻きしてさ編むっていう、でもそれがいいんだよね、手を込めるのが込めたら込めただけ。最近はじゃーん見てください、またマフィンをね、前にもねマフィンをお友達から買わせていただいたんですけど、また買いました。これは9種類入ってたんだけどね、全部一つ一つ味が違くって、これはほうじ茶焼き芋、これはチョコロータス、ロータスが乗っかってんだよ。これがさ、めちゃくちゃ美味しくてさ、またリピートしちゃった。最近の幸せ。これと、お客さんが、近所で有名なね、大判焼き、屋さんがあって、私もそこの大判焼き超好きで、もうあんこがめちゃくちゃぎっしり入ってるのね、そこの大判焼きしか勝たんって思ってんだけど、お客さんがそこの大判焼きたまたまね買ってきてくれて、差し入れでねくださってさ、もう超嬉しいと思って、別に差し入れなくてもね来てくれるだけで嬉しいんだけどね、私の大好きなドンピシャなお店の大判焼き屋さんで、それもね冷凍して毎日一個ずつちょっとずつ食べてるんだけどさ、もう超幸せ。もうね、おいしいお菓子スイーツが自分の手元にあるっていうだけでね、もう幸せ感が満足感が半端ない、毎日でも食べ終わるのが超悲しいから、食べるタイミングをめっちゃ見計らって今日は自分へのご褒美出してよしって思った時だけ食べます。大事に食べます。これはさ、なんか友達はなんかこうした方がいいよとかっていうアドバイスとかもあったら言ってねみたいな、こういう味の方がいいとかなんかそういうのも求めていて、私そんな本当にもう美味しいからさ、この状態でだから全然アドバイスとかっていうことはできないんだけど、もう本当美味しいしかないくってなんか申し訳ないんだけどさ、美味しいんですよ。なんかマフィンって今まであんま食べたことないんだけどさ、こんな美味しいんだっていうね、お友達が作ったマフィンがすごい美味しいから、
と思うんだけどさ、まあ、お店っていうか、コンビニスイーツでもないもんな。カップケーキこんなに美味しいと思ったことないんだけど、めっちゃ美味しいのよ本当に。いつかね自分のお店を出したいみたいだからね、本当出してほしいんだけど、したい、遠くてもさ食べに行きたいなって。思ってるんだけどさ、なんか今日も暖かいみたいなんだけど、なんか私のね、あのトリミングサロンのでトリミングサロンで使ってるシャンプー剤があるんだけどね、そのシャンプー屋さんの店主の人がね、なんかその方結構ね、あの都市伝説みたいのが好きっぽくて、なんか天地がひっくり返るからもうちょっとで、なんかなんたらっていうパワーバランスがおかしくなって、なんか天地がひっくり返るから今週ってか今日とかなんか暖かくなって、でまた来週とかめっちゃ寒くなる時が来てみたいな、なんかもうねやばいですよって、なんかずっとやばいですよとか言っててさ、なんか北極と南極が入れ替わって、なんか磁波がどうのこうので、なんかやばいから気をつけてくださいねとかって言われたんだけど、何をどう気をつければいいのかわかんないし、なんか私あんまりそういう話ははぁって感じで聞き流しちゃう、あんま食いつかないからさ、どうやって言えばいいのか全然わかんなかったんだけど、そうみたいだからね、みんな気をつけてください。天と地がひっくり返るのかな、わかんないけど、そろそろ仕事に行く準備をしようと思います。今日はポンちゃんも出勤させようと思うんで、ポンポンも起きてきました。昨日ポンちゃんのことびっくりさせちゃって私がねランニングから帰ってきて、そーっとね扉開けて、いつもはねポンちゃんって言ってね、ただいまって言って入るんだけど、昨日はもう黙って静かに開けて、そーっと開けて顔だけこうやって出してね、こうやって開けたら、もうポンちゃん誰が来たのって感じで、この人誰って感じで、なんかもうずーっとちっちゃくなってこうやって震えちゃってね、怖いよ何かされるかもしれない、怖いよってなっちゃって、なんか多分私って気づかなくって、ジャージで汗だくで顔真っ赤にして入ってきたから、そんで顔だけ覗かせて入ってきたから、すごい怖がっちゃってね、すごい震えてました。ごめんねって感じで、そんなにね怖がると思わなかったからね、かわいそうなことしちゃったって思って仲直りしましたけど、よかった。あのままずっと震え止まんなかったらどうしようと思って、なんかずっと私ってこと認識しなかったらさ、どうしようって
思ったのよ私も。だけどよかったよ、仲直りできて。うん、かわいい。ということで、ポンちゃんこう見えても5キロくらいあるからね、すごい重いんだ。いや、今日は一緒にお仕事頑張ろうと思います。それでは、ご視聴ありがとうございました。このまんま寝そうだね。バイバーイ。